皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド名古屋からカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの飯村店長です。よろしくお願いします。お願いします。ただ今日ちょっと様子がおかしいんですけれども、はい、はい、え、これ車はありません、はい、あ、車そうね、はい、はい、ちょっと諸事情により、はいはい、あの車が離れたところにある、はい、で僕がそれ、僕とカメラマンがそれ見つけたんですけど、これなんだこれはと、はい、めちゃくちゃかっこいい車を、はい、まあ、その視点でちょっと見つけて、はい、まあ、話を聞いたら飯村さんがどうもカスタマイズした車だと。そうですね、はい、でちょっと離れたところにあるんで、うん、どうにかしてちょっと紹介できないか。本当はだよく考えたよね、はい、本当に僕思ったんです、うん、ライブ配信みたいにしたら、うん、これちょっと車離れてても紹介できるなと。まあまあまあ確かに、はいはい、なんで今回はちょっと別撮りしたその車の動画を、うん、あるんで、はい、それをちょっと飯村さんと一緒にこのパソコンで見て、はい、それを解説してもらいたいと思います、はいはい、で編集して、うん、あの見てくださってる方には見やすいようにお届けしますので、うん、はいはい、そんなスタイルで今回お届けしたいと思います、はい、お願いします、はい、そしてじゃあ早速行きましょうか。はい、行きましょう。今回僕らが見つけてざわざわした車がこちらです、はいはい、やってまいりました、はい、新型 G クラス。 G クラス、これまだこのカスタマイズの余地あったんですね。そうなんですよ。そう、もうなんかすごいじゃないですか、まあ、出尽くした感がねすごいと思ってたんですよ、ね、僕、うんうんうん、でこの駐車場、支店の駐車場で見つけた時の衝撃、はい、どうしたこれはと、はい、で一つずつこのパーツを見てた時に、うん、もうこれ絶対飯村さんだと、はいはい、バレましたね。そしたら正解だと。はい、正解です。でまずこのボディカラー、はい、シャンパンすごくないですかこれ。そう、これでもね普通にカタログで選べる。でも選ばなくないですか。まあまあまあ見たことはないね。僕も街でほとんど見たことないと思う、うん、でトラバーチンベージュってな203とか211時代に結構走ってたで、そっから、はい、多分その通常ラインナップからは外されて、でまたなぜかいつだろうな、 G63 が出っ放の時は選べなかったから、あ、途中で追加された、そうそう途中で追加された色。こんな激レアカラーを選ぶオーナー様がちょっと気になるところなんですけど、はい、なんかちょっと事前情報を聞いたら、もうやばいのよ。もう飯村さんもちょっとやばいって言っちゃうぐらい。そうなの。まあオーナーさんとはもう10年以上のお付き合いをさせていただいていて、でもう なんだろう、買いました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 が毎月来るみたいな。でそれもまあ増車だったり入れ替えだったり、あの本命頼んでる間に違う車 2,3 台買っちゃったりとか、まあゲレンデばっかりね。なんでゲレンデだけ何台乗り継いでしょ。ゲレ、いや何台乗り継いでんだろう。もう30台とか40台とか乗り継いでる。本当ですか。うん、うん、現行だけでもすごいんですよね。現行だけでも僕が知ってる限りは10台ぐらいある。うん、そうだから今何乗ってんですかみたいな今何色のゲレンデ乗ってんですかみたいな。で全部そう仕様が違ったりとか。そう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 。だから結局そのディーラーさんでたまたまこういうのが出てきたとかってなるとすぐ買っちゃうから。そうなの。なんでまあ買い慣れてるというか目が肥えてるというか、クロートなお客様なんですね。でこうやっぱり少し手を加えて。そうやっぱりね、うん、ちょっとノーマルで、まあまあ本当に短い期間しか乗らない車とかはノーマルで乗るんだけど、ある程度こうきちんと、まあ、これは乗るぞっていう車に関してはそれなりに手を入れる。ただやっぱりその、まあ、そういうお客様なんで、その誰々と同じとか、まあ、街で見るようなのとかっていうのはあんまりやっぱり好みじゃないので、ゲレンデの中でもちょっと変わった仕上げ、うん、にしたいっていうか。もうこの外観からもう買い慣れてる、買い慣れてる、いじり慣れてるっていうのを感じ取りましたそうですね、はい、そうですね。いやこれめちゃくちゃかっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいよね、はい、本当に。そしてこれちょっと動画を見ていくとですね、はい、でこれちょっと前から行きましょうか。これ前がこれ、うん、これ何ですかこれ。ブラッシュガード、ブラッシュガードねそう、これ純正なんですか。そう、ブラッシュガードって基本的に多分、まあ、純正の部品でつけてる人は多分8割ガタ黒、うん、で黒かこのシルバーか選べて。あ、選べるんですか。そう、選べるの。黒しか見たことなかったです。そうでしょ、はい、でシルバーはちょっとそのなんだろう、ザラザラ感のある、うん、ちょっとマットなシルバーなんで、うん、
で、まあ、今回の車の場合は、まあ、全てあえてナイトパッケージももちろんつけてないし、ブラックアウトするような色でもないしっていうことで、シルバーのブラッシュガード。なるほど、はい、あるんですね。ある、これがまたこのボディカラーに合ってめちゃくちゃ似合うよね。めちゃくちゃ似合いますね、うん、もう普通だったらクロックしちゃうじゃないですか。普通はね、ナイトパッケージつけるじゃないですか。そう、ブラックアウトするじゃないですか。する全くしない、しないすごい、はい、そしてやってまいりました、はい、ホイール、はい、ホイールがこれ、僕の同じ部署の、ちょっと年上の方が、はい、あれこれどういうこと言ってました、はいはい、これ鉄チンじゃなくてアルミホイールかって、はい、これが、まあ、最近ちょっとその井村さん一押しの、はいはいはい、鉄チンホイール風鍛造ホイール。そうです、アメリカ製メイドイン USA の、スティールメイドっていうブランドの鉄チンホイール風オーダーホイール。これでも僕らが、多少こう知識があるから、うん、アルミホイールだねって分かるんですけど、うん、これ普通の人が見たらもう完璧に鉄チンホイールですね。そう、完全に鉄チンですね。そう、はい、ツーピーだからね、はい、でしかもこの仕上げが今回このそう本当にね、サテンのシルバーで、これちょっと見ていくと分かるんですけど、うん、ちょっとその塗装の感じも、はい、肌感がこうちょっと割と残ってる。そうそう、そういうツルツルのこのシルバーじゃなくて、ちょっとで安っぽい、安っぽい感じで、ね、本当に、うん、あの鉄チンみたいなシルバーっていう、うん、はい、これを履きますいやギリ350だったら分かるなと思ったんですよ、はいはいはい、これ63じゃないですか。63、そう、とんでもない馬力で、もう言ったらこの先出てきますけど、うん、このでっかいキャリパーがついてるわけじゃないですか。そう、そうなので、キャリパー塗ったんだけどね、はいはい、全く見えない全く見えない見えない。ただでもこの穴ぼこから赤いのが見えちゃったらちょっとね、はい、気づいた瞬間幻滅するよね。そうですね、そうですね、うんうん、だからもうこの本当にわずか数センチしか見えなくても、うん、まあ、ちゃんとキャリパーペイント塗った価値はあるなっていう、はい、思いました。でそのセンターキャップも純正の、ね、ちょっと出っ張ってる昔の461のプロフェッショナルとか、それこそ460の純正の時だったりとかっていうのに採用されてた、ちょっとこう出っ張ってるちょっとクラシカルな感じ、はい、純正のキャップをつけてます。これいいっすね。これ洒落てるよね。そしてもう一個びっくりしたのが、なんすかこのタイヤはい、クーパーのタイヤを、つけてます。でもこのタイヤも何セット目だろうな、3セットか4セット目だよな。もうとにかく試すお客様なんですね。そうなの、とにかくこう理想形に近づけるためには投資を惜しまないっていう。なんでタイヤだけでも何個も買って、そうそう、ちょっとここは違う、ここは違 う, そう、ちょっとここは違う。結局同じサイズでも、でそのメーカーとか銘柄によって若干こう太さが違ったりとか、するので、それで同じクーパーでも例えば X3 だったらこう、今回のジオンだったらこう、例えば AT3 だったらこうみたいな感じで、うわさって買って試してうんつっていう結果、まあ、これになった。もう試行錯誤しまくりな感じなんですね、はい、だから僕その話を初めて聞いた時に、うん、フォトショップでシャシャシャってやれば早いのに、はい、なんでそんな遠回りしてるんですかみたいなこと昨日言ったじゃないですか、はいはい、そうじゃないんです。そうじゃないの、そうじゃないの、無駄じゃないんです。無駄では一切ない。お客様にとってはもう必要な、そう、はい、必要なこと。だからそれを聞いて僕はエジソンの名言を思い出しました。知ってます、はい、よくわかんない。1万回失敗したんじゃないって、ああ、はい、1万回しない、成功しない方法を見つけたんだっていう。そうだね、本当そういうイメージ、はい、だから結局ちょっとハンドル切って当たるとかさいうのもまああるじゃない。だからそこももう履いてみないとわかんない。でもなかなか試せないです。なかなか普通にやれないよ。失敗したくないじゃないですか。これを何本も買って、うん、自分の理想を見つける前に妥協しないってもなかなかですよ。そうそうそう。でやっぱタイヤも、まあ、僕もちょっと個人的にも思うんですけど、まあ、ゲレンデに関して言うとやっぱりこれだけこういろんな、なんていうのかな、ちょっと大きめのタイヤ、ゴツゴツしたタイヤを履いてる人が、まあ、増え
たじゃない、ありがたい話なんだけど。なんで逆に、まあ、今履くならこうちょっと AT っぽいタイヤの方が雰囲気かな。うん、まあ、特にこういうあのホイールに関して言うと、そうですね、ゴツゴツしすぎてない、ね、そう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 、なんで、こういう傾向にあるかなと、ゲレンデはね。だからちょっと AT な感じ、はい、まあ基本的には BF グッドリッチのオールテネに関しても AT なんだけど、もっと AT みたいな感じのタイヤが今っぽいかな。でもこれゴツゴツ具合難しいですね。これより丸かったらおかしい、ね、そうそうなの。これよりゴツゴツしてたらその最近のトレンドだし、そうで、あんまりにも鉄地に見えすぎちゃっても、まあまあ20インチでさ G63 で鉄チンってありえないから、でもちょっとギャグになっちゃうじゃないそう受け狙いかな、そう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 、だからすごくこうね、いい感じにまとまってるなと。これすごいっすね、うん、いいね。やっぱりだってこれも安くないじゃないですか。素敵、安くない。これだったらもうちょっと派手で、はい、金属感のあるホイールでって、はい、最近っぽいやつね。ほとんどの方が多分それ選べる、うん、選ぶと思うんですよ、うん、これを選べるってすごいですよ、うん、そのなかなか、はい、なかなかないですね。だまあ失敗したら変えりゃいいかっていうノリがすごい軽いので。失敗じゃないんですよ。そうそうか、失敗じゃないですね。そうそうそう、失敗じゃない、成功するための、そうそうそう、成功ためのプロセスなんで、はい、でこのスガラス、はい、ここまで来たらクリアガラス、はい、もうこれはもう絶対。確かにもうこの仕上がりだと後ろ黒かったらちょっとおかしいですね、うん、そうなの。やっぱそのゲレンデに関して言うとこの窓がさ、はい、三角の窓が3つ並んでるみたいな。三角の窓、あ、ごめん、四角の窓が3つ並んでるっていうのがやっぱりこう、バンというか箱というか、そう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 、それがやっぱり強調されるのが車のシルエット一番いいよね。だもう何はともあれガラス。こうで見えますね。そう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 、はい、上と下でも別に、うんうん、後ろ黒くしちゃってるとこう見えるじゃん。そうそうそう、こういう感じだよね、うん、はあ。これもだって安くないじゃないですか。いやでもこの効果からしたら、あ、まあまあまあ、安いと思う。いや安くはないけど、はい、あの十分な効果だと思う。確かに、うん、効果的、払う価値はあるカスタマイズですよね。だ本当に何だろう、現行のゲレンデで例えばね、もう全くのフルノーマルであったとしてもガラスがクリアガラスだったらそれだけでおーってなるじゃん。確かに、なんだあいつみたいな、はい、確かに確かに確かに、だこれはもうすごいよね。でもなかなかこう見られたくないとか、うんうん、あるじゃないですか。特にね、はい、そのゲレンデの場合は座面と、ね、座面で座ってて外見た時にほぼ、ね、歩行者の方の目線と一緒だから余計に、ね、ちょっと勇気はいりますけど、これはかっこいいですね。かっこいいね。そして細かいところを拾っていくと、このちゃんと普段使いするからでしょうか、はい、ドアエッジもしっかり貼ってあって、はい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 、よく見たね、はい、見つけましたよ、うんうん、はい、この辺はもう本当に気軽にできますからね、うん、そうだね、まあ、いろんな車で言っていただけるといいんじゃないでしょうか、はい、そして内装、はい、この何ていうんですか、もうあの狙って置いてあるわけじゃないと思うんですけどこの乱雑に置かれたこの、はい、多分運転用の眼鏡なのか、はい、まあ、その奥サングラスだと思うんですけど、はい、この日常に使ってる感、はいはいはい、もうポンって置いちゃ う, そう、ね、もう僕だったらもうここ傷になっちゃうんで置けませんって言うんですけどこれハンドル見た？見ました、はい、初めて見た、はい、ピアノブラックのハンドル純正。はあ。国内設定はないのかな、はい、見たことないですもん、うん、だからそのまあカーボンでもないしカーボン使ってないしね、はいはいはい、でまあ純正でカーボンだとこうアルカンターラになっちゃうし、でそうレザーのステアリングのがやっぱり使い勝手がいいし、でかといってフルレザーじゃつまんないし、シルバーのウッドでもないですね。そうなのかな。でピアノブラックのステアリングを取り寄せてで付けました。これ中もめっちゃおしゃれですね。洒落てるね。で右ハンドル、日常使い優先した右ハンドルね。かっこつけてないかっこいいんですよ。そうなのよ。そう、素晴らしい。ずるいよね。ずるいです、うん、これめっちゃかっこいいなと思って。そして後ろ、はい、後ろこれですよ。これ、はい、何ですかこれ、ね、これね、はい、スペアタイヤキャリア、
って普通に言わないでください。普通じゃないです全然。これが、はい、この棒をこう生やしてるんですか。そう、純正のリアゲートのヒンジの部分に穴を開けさせていただいて、これ穴開いてるんですね。そうで、裏側にプレートを入れて、はい、でこいつでとも締めしてるんです。あ、なるほど、なるほど、なるほど。で、はい、かつ、まあ、もともとこういうあの金属の部分は最初の状態黒だったんですが、もちろん黒でつけるわけになく、純正のブラッシュガードと同じ質感のシルバーにペイントして、でここのカバーももともとは黒だったんですけど、はい、それをボディ同色で塗って、でこの辺、これがね、はい、あの専用の工具みたいなのがあって、はい、回すとパコーンって開くのよ、はいはい、カバーが。それで背面が見えますみたいな、アクセスできる、ね、そう。でその部分とここの可動の部分も全部黒だったんだけど、はい、はあ、ここも塗ったんですか。そう、全部シルバーで、まあ開けない開けないっつって、はあ、うん、でもう とにかくその黒い、まあ、ビスでも何でも部分が見えるのが嫌だったんで、全てシルバーに。普通は黒くするんですけどね。普通はね。全部シルバーに。そう、全部シルバーにして、で、まあ、タイヤもね、背面タイヤのタイヤが丸見えになっちゃうんで、背面タイヤのタイヤが普通のタイヤだとかっこ悪いから。確かに、これもじゃあ合わせて。そう、合わせて同じ銘柄のタイヤに、まあ、あのスペアタイヤもね20インチだし、うん、今履いてるそのスチールメイドのホイールも20インチなんで、同じサイズのタイヤに組み替えてつけてます。これメーカー名飛ばしてますけど、これブラバスのパーツなんですよね。違うよ。あ、違うんですか。これそう、あのね、いや、ブラバスの最初、はいはい、まあ、ブラバス、パッと見ブラバスがやっぱりそれよく出してるじゃない、はいはい、でブラバスのつけようと最初ね、それこそ、はい、いう話で、ただブラバスカーボンなのよ。これカーボンカバーがね、ブラバスは、はい、でブラバスってこうカーボンでしか掘ってある、はい、うん、でそれをスムージングして、はい、塗って、はい、カーボンをね、はい、つけようという話をしてたんだけど、まあ値段も値段でもちろんするし、うん、っていう話をしてたら、ちょうどねそういうショップでオリジナルのものを出してる。あ、そうなんですか。そう、ショップなのかメーカーなのか、ヨーロッパ、そう、ヨーロッパのメーカーで、あ、それが付いてるんですね。そう、それを、取り寄せしてつけました。こんなのつけてるの見たことないですよ。おしゃれだよね。おしゃれ。すごく。このビスとかも全部トルクスで、はいはい、適当なネジとかじゃないんですか。はい、はい、そうです。安物とかだと結構適当なネジで、はい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 、はい、それ塗ったビスです。あ、これも塗ってんですか。はい、はあ、めっちゃかっこいいと。そしてこれ動画、僕何反応してるかっていうと、もうここまで行くとドロよけこれだよねって。そう、逆にね、はい、これは外さないよ。フロントにドロよけつけたいよね。ああ、そうですね。四輪ドロよけついてていいぐらいだよね。もう当然そうすると、はい、バイザーなんかも絶対つけないし、つけない、はい、そしてステップも、はいはい、ロングです。63なんですけど、ロングタイプの電動ステップ。これどうなってんですかって覗いちゃいました、これ。だってマフラーが消えてるじゃないですか。はい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 、これがちょっとマルヒな、そうですね、ことをしてあって、はい、ロングタイプの電動サイドがついてると、はい、ついてます。はで、この純正のステップも、うん、そのラッピングして黒くしたりとかしない、しない、しない、一切しないです。今回はもう一切黒くしない、むしろ黒かったところシルバーに。そうそうそう、むしろむしろ車高もいじらない、いじらない、はい、うん、これはでも、この領域には到達できないです。こんな車のいじり方あります？だ、本当に知らない人が見たら全くなんじゃこりゃっていう感じじゃない。もちろんそのラガー あのご年配の方が反応したように、人によっちゃ、鉄柱履いてるよ、原稿なのに、僕らびっくりするし、ね、多分これディーラーとか乗ってったらディーラーの人相当ビビるよね、うん、どうなってんすか、うん、これすごいっすね。だ、それをこうしれっとね、都内でさらっと乗ってるっていうのは、ね、どうしてもちょっといじっていくと、カスタマイズした車のどうだって感じじゃないですか、うんうんうん、全くないですもんね。全くない、涼しい顔して、そうそうそう、はい、本当にそういうのがもう目に浮かぶよね、うん、
う改めてちょっとあの無限大ですね、ゲレンデ。ゲレンデはね、まだまだやりようがあると。あるんですか、まだ。思います。あると思います。だまあこれもね、はい、だその例えばじゃあキャリア乗っけようとか。あ、ただキャリア乗っけるとちょっと本気っぽくなってくるなっていう、その領域になるとね。なるほど、うん、だまあ、さじ加減とか、そう、どこで止めるかっていう。でやっぱりあとそのキャリア乗っけるとやっぱり都内の、ね、駐車場とかでもちょっと入れない背が高すぎちゃっていう部分も出てくるだろうし、まあ、使い勝手優先しつつも、まあ、謝礼感出しつつみたいな。いや本当に恐れ入りました。まだネタがあるのかと、はいはい、でこの何ていうんですか、無理やりこう絞り出したネタじゃなくて、うんうんうん、あるけどみたいな、うん、はい、そういう感じを、そう、ね、感じました、はいはいはい、じゃあもう例えばこの方向でまた別の形とかっていうっていうのももちろんもちろんできるし、ね、はい、言っていただければ、うん、いろんなのが。そうね、だからもうスティールメイドに関してはもうちょっとなんかきちんと取り上げたいなとずっと思ってるんだけど、なかなかね、まあそんなにこうたくさん本数売れてるわけでもないし、そんなにたくさんの人にこう受け入れてもらえるものでもないので、うん、またまあ、バーって広がっちゃう と、 ちょっとまたそれはそれでね、はい、そうイメージも立ち位置も変わってきちゃうかなって気がするんで、うんうん、まあ、ちょっと今履くのは結構旬ですね、うん、はい、ただ目立ちたい人には全くお勧めできないですけど、うん、はい、いや、ある意味目立つんだ。あ、まあ確かに確かに確かに、うん、か一時それをウルスにつけようかっていう話もあったし、それはちょっと外してる感が。いやいや分からんよ。本当ですか。だからその結局さ、はい、なんだろう、そうウルスに例えばねスティールメイドを履きましたと、もうそれが見てくれじゃないんだよね、履いたことがかっこいい。もうおしゃれの領域ですね。そうそうそう、もうだからそのビジュアルがかっこいいの領域を超えた、はい、そのやってることがやべえっていうところじゃない。いよいよ僕が理解できない次元に到達。でもそれはやっぱりさ、そのもうウルスが出っ放の時に出てすぐカニエウエストがベージュにラッピングして、それこそスピードスターのマーク1みたいな穴一切開いてないホイール履いたりとかしてたわけじゃん。だああいうことをやっぱやれるっていうのは確かにすごいよね。そう、見た目じゃない、もうやってることがかっこいいよね。しかもそれ手抜いちゃってそれだとダサいですけど、うん、やりきってそれだったらこれすげえな、うん、確かにそれはありますね、うん、じゃあちょっとこういうマニアックな、はい、ゲレンデだけじゃないですよね。そうだからもう何でもできる、うん、極端な話それこそもう、ね、ポルシェだろうが、うん、992だろうが、どんなホイールでも、まあ、キャリパーデータ測って普通のオーダーホイールと同じなんで、マッチング取ってオーダーすればどんな車にでも履けます。いろんなアプローチでいろんな車がまだまだ今まだ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 、はいはい、作れそうです。作れます。というわけで今回はちょっと飯村さんがカスタマイズした担当した G63、はい、とんでもないのをちょっとリモートな感じですかね。これライブ配信みたいな。でもねすごいね、はい、これやったら何でもできる、はいはいはい、ちょっとご紹介させていただきました、はいはい、ちょっとまあ、この方法もしうまくいけば、うん、ちょっといろんなタイミングで、うん、今まであるじゃないですか結構ある。まあ、ちょっと納車になっちゃったから紹介できなかったとか、ね、はい、あるんでちょっと紹介できる幅も広がるんじゃないかと、はい、思ってますので、ね、はい、もしうまくいけば、うん、2回目3回目あると思いますので、はい、ぜひボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ボンドチャンネルをご覧の皆さんこんにちは。ボンドボディのパンコです。今回はこちらの W463A G63 に、こちらの、パーツをつけたいと思います。こちらですね、背面タイヤの、キャリアといいますか、通常は、ゲートの方に背面タイヤついてますので、ゲートを開ければこのように背面タイヤも一緒についてくるんですけれども、こちらのキャリアをつけることによって、背面タイヤのみ、開閉するような形になることができます。取り付けの方は、ゲートのこちらの金字の方を加工しまして、キャリアの方を取り付けたいと思います。でこちらの方
現在は、こうしぼしぼの素材なんですけども、一回脂肪を落としまして、ボディ同色に空水塗りたいと思います。そしてこちらのキャリアの方は、フロントの方にも、バンパーガードついてます。そちらが、ブラッシュドンシルバーになってますので、同じようにシルバーに塗って仕上げていきたいと思います。続きまして朝食の作業をご紹介させていただきたいと思います。今回背面のフレーム部分をシルバー、ホイールのシルバーとフロントのバンパーガードのシルバーに合わせて朝食していきます。と背面プレートの方はボディ同色のベージュですね。メタリックの入った綺麗なベージュになります。こちらはメーカー純正のボディカラーなので、こちらに記載されている693ですねというカラー番号から検索して朝食していきます。メルセデス693ということで、トラベルティンベージュ、メーカーが出している配合を作っていきます。でこちらがメーカーで出している配合をそのまま作ったものです。それで、テストピースに、スプレーガンで吹きつけて調色していきます。はい、でこちらがテストピースに吹きつけて乾かしたものです。で実写に合わせて色の差を見ていきます。ちょっと映像だと分かりづらいかもしれないんですけど、少し板の方が黄色いですね。はい、で次はこちらです。先ほど黄色みが強かったので、黄色を抜いて配合を足してあります。はい、下が配合通りの板です。上が黄色を抜いて足した色です。かなりいいんじゃないでしょうか。はい、バッチリです。続きましてはフレームのシルバーに合わせて、調色をしていきます。こちらはカラーコードなどないので原色見本を使って色を合わせていきます。シルバーなのでメタリックの粗さと一緒に、色味も
見ていきます。こちらのカードで見ると、598だとちょっと荒すぎるけれども、こちらだとちょっと細かすぎるということで、シルバーを混ぜて配合していきたいと思います。590、一番スタンダードなシルバーです。こちらに598、すごく粗いシルバーを入れてきます。で色の確認をしていきます。目の粗さはちょうどいいと思います。少しフレームの方が黒いので黒を入れていきたいと思います。右が黒を入れたものです。黒みも出て、だいぶいいと思います。